ライアン・ゴメスはアメリカ合衆国コネチカット州ウォーターバリー出身のバスケットボール選手。現在はバドルのロングアイランドネッツのアシスタントコーチを務めている。ポジションはパワーフォワード、スモールフォワード。201センチメートル、113キログラム。日本ではライアン・ゴームスと表記されることもある。ウォーターベリーのウィルビー高校卒業後、 プロビデンス大学に進学。1年目となる2001から02シーズンから先発に定着し、ビッグイーストカンファレンスのオールルーキーファーストチームに選ばれた。2年目には、同カンファレンスのセカンドチームに選ばれ、3年目には、ファーストチームと着実に出世を重ね、最終学年の04から05シーズンには21.6得点8.2リバウンドの成績で2年連続の カンファレンスファーストチームに加え AP 通信選出のオールアメリカンチームなどに選ばれた2005年の NBA ドラフトにエントリーしたゴメスはサイズの問題もあり2巡目全体50位という開始名でボストンセルティックスに入団したルーキーイヤーとなった05から06シーズンドラフト開始名プレイヤーのゴメスに与えられる出場時間は制限されたがシーズン中盤に ケンドリック・パーキンスが故障により、チームを離れると、以降のオミスは、全試合で先発に起用されるようになり、8回のダブルダブルを達成するなど、ドラフト指名時の評価を覆す活躍を見せ、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。2年目の06から07シーズンには60試合に、先発は出場、1試合の平均出場時間は30分を超え、 平均得点も2桁に達したが、オフに、ケビン・ガーネット獲得のためのトレード要員の一人として、ミネソタ・ティンバー・ウルブズに移籍した。ウルブズ移籍後、出場した試合のうち、ほとんどを先発出場し、平均得点も3シーズン連続2桁を記録した。2009から10シーズン後、トレードで、ポートランドトレール・ブレイザーズへ移籍したが、すぐに解雇された。その後、 ロサンゼルスクリッパーズと契約した。2012年11月22日、ドイツ、バスケットボールブンデスリーガのアートランドドラゴンズに移籍。2013年8月7日、オクラホマシティサンダーに移籍、NBA に復帰した。2016年8月23日、選手生活に区切りをつけ、D リーグのロングアイランドネッツのアシスタントコーチに就任した。 ありがとうございます。